エース・スパイシーは、スターダスト・プロモーション所属の女性アイドルグループ。愛称は、エス・スパ。このコーデは、エース・スパイシー1、エース・スパイシー2についても解説する。2009年7月、青井、栗田萌え、マシモ・レイが、花形・彩さんの4人組のユニットとして結成。約1ヶ月後の、スタッフェス番外編その2にて、お披露目。同じスターダスト・プロモーション芸能3部に所属する。 桃色クローバー、私立恵比寿中学、ミニチュアベアーズよりもメンバーの平均年齢が高い、ことから、お姉さんユニットという位置づけだった。最初期の S ・スパイシー以降、活動休止期間を挟み、S ・スパイシー1、S ・スパイシー2と、メンバー構成を変えて、現在に至る。主に東京で活動しており、近年は、ミニチュアベアーズやカガジョ 4S と共同での、 イベント開催が中心であったが、両グループの解散に伴い、冠公演、単独公演も増加していた。2019年3月24日に解散した。エーススパイシーが初ライブを行った渋谷ボックスおひとりサマーのリリースイベント会場となった横浜コスモワールド。ありがとうございます。